ウィリアンこと、ウィリアン・ゴメスジシケ系らは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。サンパウロ州、トレス・フロンテーラスに生まれ、2002年に、グアラニ FC の下部組織に入団。2004年にトップチームに昇格。同年8月22日にカンピオナート・ブラジレロ、セリエ A で、サンドロ・ヒロシに代わって投入されプロ初出場。クラブが広角に瀕していたこともあり。 若手の彼が出場機会を得ることは多くなかった。翌シーズンは出場機会を増やしたものの散発的な起業に止まった。2005年12月23日にアトレチコパラナエンセに移籍。2006年8月30日にカンピオナーとブラジレイロセリエ A 初得点を記録。しかし翌シーズンは膝の怪我もあり、出場機会は少なかった。 2009年2月3日にビラノバ FC に同年12月までの契約で期限付き移籍。カンピオナーとブラジレールセリエ B では8得点をマークし、クラブを降格から防いだ。2010年1月26日にアトレチコパラナエンセとの契約を解消した。2010年2月にフィゲーレンセ FC に加入。カンピオナーとカタリネンセでは15試合で13得点し、 特典王と最優秀選手を同時に受賞した。カンピオナーとブラジレイロセリエ B でも12得点を記録しクラブの昇格に貢献した。2011年1月3日に SC コリンチャンス、パウリスタに移籍。保有権の一部は依然としてアトレチコパラナエンセが保有している状態であった。同月末にモライスとの交代で途中出場し、移籍後初出場。 遺跡後初得点は3月11日に行われたミラソー FC 戦で彼の得点によって3から2のアウェーでの勝利をつかんだ。カンピオナーとパウリスタでは控えが定位置であったが、カンピオナーとブラジレーロセリエ A ではレギュラーの座を奪った。コパリベルタドーレス2012でもレギュラーとして出場、決勝まではクラブに在籍していなかったものの、 同体開発優勝までの道のりで貢献した。2012年7月2日にウクライナプレミアリーグの FC メタリストハルキウに移籍。8月18日に移籍後初得点。同月23日には UEFA ヨーロッパリーグ2012から13に出場し、初の欧州国際大会出場となった。しかし控えが定位置であったので翌年に帰国した。 2013年7月14日に1年の期限付き遺跡でクルゼーロ EC に遺跡。他方でジエゴ・ソーザが逆にクルゼーロからメタリスト・ハルキューに完全遺跡したためトレードのような形となった。その1年後には350万ユーロの遺跡金でクルゼーロに完全遺跡した。レギュラーとしてカンピオナーとブラジレーロセリエ連覇に貢献した。2015年も 不動のレギュラーとして活躍。マノメネーゼス監督の偉人では4得点を挙げて大活躍した。2017年に SE、パルメイラスに完全移籍した。ありがとうございます。